7月終わりそうなことについてどうなりましたっけ。あー7月テスト期間なんですよね。勉強頑張ってんだ。ん、前はちょっと隙間時間できたら YouTube 見ちゃったりとか、あんまり生産性のない時間を過ごしてたんだけど、まああるあるね。今はもうノート見てる、その時間で。うわすごっ、やばくない。誰、高校とか違ってさ、取りたい授業取ってるから、大学って最低限嫌いではないじゃん。だからちょっと勉強したらちょっと面白くなっちゃって、最近ちょっと暗記にハマってるね。でもね、多分ちょっと人の3分の1ぐらいしか暗記力なくて全然覚えらんないね。人の名前とかね、マジで覚えらんない。学校とかでもさ、ちょっとなんか話したことある先輩とかさ、あっちは覚えてるの。しかもあ、カプちゃんだよねみたいな、あっセッスみたいな。ハニー、どっちかというと名前は覚えてるんだけど、この人がこの名前の人だっけみたいな。神経衰弱になるんだ。誕生日覚えるの苦手。誕生なんか自分以外忘れたわ全員。あ、カニはね、あの数字見ただけでね、あの頭痛くなるから勉強の話やめたいもん。